岡山シンフォニーホール高楽園と岡山城城下、停留場は、岡山県岡山市北区天神町及び表町一丁目にある、岡山電気軌動東山本線の停留場である。駅番号は H、H04。高楽園及び岡山城の最寄り駅である。島式ホーム一面二線。東山方に、地下へ降りる階段があり。 交差点の真下は白地下という地下広場となっている。この地下広場は東底流城の目の前にある岡山シンフォニーホールに直結しているほか、高楽園、県立美術館方面に交差点を介さず行くことが可能である。交差点南側に城下バス停、交差点北側に RSK 本社前、美術館前バス停、美術建前、RSK 本社前バス停、 交差点西側に表町入り口バス停がある。ヘルカの場合に限り、岡山電気軌道の路面電車等が電バスを、上下停留場と、上下バス停、RSK 本社前、美術館前バス停、美術建前、RSK 本社前バス停で乗り換えた場合、乗り換えを含んだ乗車区間をすべてバスで乗車したものとして、運賃計算する。乗り入れるバス。 会社一般路線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 ,路線岡山県駅乗降客数2021年6月16日閲覧日本鉄道旅行地図帳11号中国四国新庁舎2009年 ISBN 978から4から10から79万29から6より 当駅からさらに約100メートル終点方には、内山貸し線との分岐点であった、五条下停留場があった。五条下停留場は1921年から1923年に、城下停留場に、改装、1954年12月20日に、上野町停留場に、改装、1965年7月に、移設、1968年6月1日に、 万長線廃線に伴い廃止されている。実質的には当駅の統合先であった、上野町停留場を、東山本線単独の停留場としてそのまま、継承したものである。路面電車乗り継ぎサービス。両備バス。2018年9月23日閲覧。ありがとうございます。